新潟市南区区バスは新潟県新潟市南区で運行されているコミュニティバス。愛称レインボーバス。当時の白根市は1999年4月の新潟交通電車線廃止以降、新潟市近郊の人口3万人以上の市町村では唯一軌道系の公共交通を持たない自治体となった。このため電車線廃止後の公共交通は 新潟交通が運行する路線バスと高速バス、そしてタクシーのみとなった。その一方、日常の交通手段を自家用車に依存する比率は年々高まりつつあり、さらに国道8号沿線では1970年代以降住宅地の開発が相次いだことから、これら幹線道路の渋滞、速度低下などが深刻化しつつあった。こうした背景から、旧城根市は、 市内外の公共交通についての指針を示した白根市公共交通活性化構想を2003年8月に策定した。また、新潟交通に市は、採算性が著しく低下した片東営業所管内のローカル路線の多数を廃止する方針を打ち出した。CNG 車両先の構想に沿って、市は中心部を起点に地域を循環し、 公共交通を保管する目的で、コミュニティバスの社会実験を実施することを決定。白根市が事業主体となって、新潟交通西に運行を委託する21条バスとして2年間の試験運行実施が決まり、2004年12月16日に、白根市循環バスとして運行を開始した。白根市内のうち公共交通の空白域や、 著しく不便な地域を循環する路線網が構築されたほか、それまで白根中心部から市東部の大里和島基地区を経由して新潟市黒崎地区中心部の大野町まで運行されていた新潟交通西の路線バスを廃止し、ほぼ同じ運行ルートを循環バスの路線網に組み込んだ。運行には市が新規に購入した日野 リエッの圧縮天然ガス改造車が当てられ、運行、管理は、新潟交通西方東営業所が受託運賃は、全区間均一で大人100円、子供50円に設定された。2005年3月21日、白根市が新潟市に編入合併したのに伴い、事業名は、白根地区循環バスに解消され、引き続き、新潟市が運営を、 運行業務を新潟交通にが受託して行うこととなった。2006年5月1日からは、翌2007年4月1日の政令指定都市移行を視野に入れた上で、同じ行政区に属する三方地区、月形地区への路線も設けられ、路線網はほぼ現在に近いものとなった。2007年4月の政令市移行に伴い、循環バスは、 南区の区バスとして運行されることとなり、一般公募により、愛称、レインボーバスが付与された。新潟市の区バスは、中央区を除く7区で運行されており、運賃は200円均一化待機録完成となっているが、南区については、循環バスの運賃は100円で定着しているとして、従来通り100円均一のまま末置かれた。なお、 引き続き新潟交通にしが業務を受託することが内定していたが、4月1日付で新潟交通の地域市、会社3社が合併、存続会社が新潟交通観光バスとなったため、実際には同社の受託となっている。また、同年9月から2008年3月下旬まで、白根地区南部のうばら、曽根、小瀬地域から東隣の南かん郡多神田上町にある、 新越本線の多賀見駅に至る路線の社会実験が行われた。同地域は、白根中心部から、鴨市や園子に至る一般バス路線が設けられているものの運行本数は少なく、また、新潟市中心部へ直接至る公共交通もない。このため、同地区に在住し、市内中心部や三条市方面へ通学する高校生は、白根中心部や多賀見駅などへ、 自家用車の送迎を必要としており、家庭内での負担増加が問題視されていた。クバスは輸送業務を同一区内で完結することを基本方針としているため、これまで地域外へ乗り入れるケースはなかったが、交通空白域の利用者を最寄りの交通拠点へ誘導するため、特例として地域外への路線を設置することになった。九月から十二月まで実施された第一期実験では、 まず、1日あたり上原ら、ソネ発朝1本、鏡発夕方2本を運行。2008年1月から3月まで実施された第2期実験では、鏡駅での接続利便性を考慮して、朝の上原ら、ソネ発を1本増発し、長時間帯の適切な運行時間帯の検討が行われた。この2度の実験内容と利用状況などを踏まえた上で、 運行体制の検討を進め、2008年4月の同年度ダイヤから東部コースとして正式路線化された。現行ダイヤではウばら、ソネ発田上駅業が朝1本、田上駅発ウばら、ソネ港が夕方2本の形状下3本を平日に限り運行、土曜、休日と学休日は全便運休となる。 なお平日朝のうばら、ソネ発は12月から2月の間、当期の路面状態を考慮して5分走発となる。また同月のダイヤ改正から、大野町地内の運行経路が異なっていた、北部コース3路線の経路が統一化され、北部第一コースも北陸自動車道をの取り、現場スストップへ乗り入れるようになった。3路線とも、大野町地内は一方向循環となっており、 白根方面から大野中町、黒崎市民会館前取り原バスストップ、黒崎出張所前の順に停車した後、再び、白根方面へ向かっている。2008年度の運行実績では、前日の、東部コースが1便あたりの平均利用者数が8.1人、終始率が54.5%、新潟市立白根小学校へのスクールバスを兼ねる、三家児コースが10.7人、 61.7%と突出した利用率を確保した。しかし他の5路線の収支率は10から15%と低調だったことから区内全体の収支率も15%程度と芳しくなく市が定める存続条件の30%に満たなかった。全社2路線は運行距離が1 0トルに満たないことが高衆支率に結びついている。 一方、運行距離が 40km 前後に及ぶ、校舎5路線も、全車同様、平均利用者は10人前後で、一定の数は確保していた。その他のデータなどにより、運賃が高くと比較して、安価に設定されている点が、収支率の伸び悩みに大きく影響していることが判明した。そこで、南区は2009年1月26日に行った2008年度の、 新潟市地域公共交通会議南区分科会で運賃体系の見直しを決定。大人運賃を卓同用、倍額の200円に値上げすることになった。しかし、中、高校生は、別途運賃を設定することとし、100円のまま、据え置かれた。また、特に利用率が低い三方地区方面の運行本数を削減することも決定した。レインボーバスのバス停。グルリン。 号と一体型になっている、突起のない限り、以下に述べる情報は2017年4月時点でのもの。詳細は、以下の外部リンクを参照。土日宿日及び、年末年始は全便運休。運賃は、区間均一で、大人200円、中高生100円、小学生50円、小学生未満無料である。ありがとうございます。